ナミさん、おはようございます。今日も動画を送っていただきましてありがとうございます。速稼塾の方でございます。そうなんですよ、1週間の停止措置、いわゆるね、停学みたいな状態ですんで、新しい動画をアップロードすることもできませんし、ライブ放送することもできないんですよね。まあ、ですので急遽ね、こういったサブアカウントを設定してですね、以前使っていたチャンネルで再放送を始めてるわけなんですけども、まあこれ1週間の停止措置だからまだ先が見えていいかなと思います。まあ、その中でも初日ね、50本以上の動画をアップロードしたと思いますけども、やっぱりね、1週間の停止措置っていうのはまたね、一定期間ですけども、ゼロからのスタートなんで、いろいろ気づきがありました。ああ、結構動画アップロードしても見てもらえないもんだなと、ですからね、昨日の新規に上げた動画の中で、何の更新通知もしてないやつで、マックスがね、8再生っていうのがマックスだったんですよ。8再生、まあ、ですんで、YouTube を初めてスタートして、で、その日のうちにね、再生数がゼロっていうのは、まあ、当たり前なんだなということでございます。私もね、再生数ゼロの動画、新しいチャンネルで、さすがにね、スタートすると、いくつかあるんですよ。でも、反面、その、更新通知、速稼塾の更新通知で、メールでね、お伝えした動画っていうのは、100近くまで行ってるんですよね。うん、だからやっぱりこのね、メールアドレス、そしてメールマガジンを自分が所有していて毎日発信してるってことは、これほどまでにね、差があるんだなってことを一つの発見としてありました。あとはですね、おすすめ動画っていう形なんですけども、もともとあるメインチャンネルと似たようなキーワードとか、それからね、肝心なのが誰かの名前、特に YouTube をやってる方の名前を吹き込みながら、タイトルに入れながら動画を作るっていうのが、おすすめとかに上がりやすい一つのポイントかなと思っております。まあ、ですんでね、もしね、 YouTube のメインのチャンネルが何らかの事情で使えなくなって、急遽新しいチャンネルで放送しなくちゃいけないなと思った時は、なるべく多くの人の名前を動画の中で扱いながら、タイトルで差し込みながら、プラス自分のプロフィール欄、新しい YouTube チャンネルのプロフィール欄もなるべく前のプロフィールに近いものを入れておいた方が SEO 的には結びつけてくれやすくなるんだなっていうところもありましたね。で、おかげさんでね、私がこういう措置になったことを知らせてくれる YouTuber さんもいらっしゃって、まあ、これはね、1週間続くと、まあ、徐々に数字上がってくるんじゃないかなっていうところもあって、今までお付き合いさせていただいた方の本当にね、賜物と言いますかね、やっぱり今までの自分の行動が再出発にもどのぐらい生きてくるのかなってところを感じますね。まあ私の場合は1週間なんでね、1週間黙って過ごしていれば、まあ黙ってないですけども、また6月20日あたりからは元通りってことになるんで、それほど落ち込んでいないというかね、1週間なんか研修みたいなね、山ごもりみたいな感じで、逆にいろんな発見があって、これも一つだなと思いました。だからね、完全アカウント版ってどのぐらいやる気をそぐのかっていうことを感じますね。私の場合は戻れるって前提があるから普段と同じですけども、ね、分析めいたことやりながらできますけどね、これね、戻れないとなるともういいやってなっちゃうかもしれませんし、新しくチャンネル作っても再生数ゼロが続くと、ああ今まではこうだったのにみたいな思いもあるでしょうね。ということでね、1週間せっかくこういう定額期間をいただいたんで、別の景色から別の自分のね、経験の蓄積をさせていただこうかな、勉強に習うかなと思います。ナミさんもね、ぜひね、これからも動画を送っていただければと思います。ダイダレットウォレットの作成方法、非常にありがたく思っております。それでは。